最近は舞台の稽古とかとかゲームとかですかね。難しくない？何してるって毎日意外と難しい。毎日って言ってもさ、最近ずっとしてなくってさ、いつから？一昨日ぐらいにやっとしたんだよね。そんな毎日っていうほどじゃないんだよね。だから最近やってなかったから、久しぶりにこの間やって。まだ？一昨日は違うか。4日前ぐらいからやった。そんぐらいしか。そっから毎日やってるけど、そのぐらいしかやってないんだよね。そんなに今日まだしてないから、そう、まだ3日ぐらいしかやってない。YouTube も今日ずっと見てる。今もうなんならつけてる。今日もずっと配信見てた。で待って、なんなら前より当たるようになったんだよね、たま。前より当たるようになった。ブロンズ1まで、いやブロンズ2、今日まだしてない。昨日2にあげた。そこからまだしてないんだよね。だから今日してないから、今日上がるかな1まで、わかんないよ。あとどんぐらいだっけな。いや上がりそうだけどな。今ブロンズの2で900で1だよね。300、600、900って上がっていくはず。300までいったら3に上がって、600で2で、900で1に上がるはず。確かだから、で昨日600になって、そっからちょっとだけしたから600、でも700まではいってないんだよね。確か700いかないぐらいまであるから、RP が。そう、1まであげたい今日。そう、最近、そう、毎日1個ずつあげてて、4日前ぐらいに久しぶりにやってさ、その前ブロンズの3か2まであげてたんだけど、そう、スプリット、新しいスプリットに変わってさ、4からだったから、そう上げてって今2にいる。フォートナイトやったこと、フォートナイトはない。フォートナイトやったことないですね。エペしかない。小屋コードもほんのちょこっとだけやったことあるんだけど、ちょっと小屋コードは向いてなかった。向いてなかった。あれもやってよ、コントロール、新しいさ、エフェの新しい、なんていうのやつ、モード、なんていうのかな、なんかコントロール、いやコントロールも楽しいんだけどさ、めっちゃすごいね。敵と味方9対9で戦うんだけどさ、難しいね。あれもすぐ死んじゃう。すぐ倒されてもさ、リスポーンもう一回復活できるからさ、もう一回何回もすぐ復活できる。
ライゾン使う。このホライゾンね、結局使ってないんだよね最近。結局最近使ってない。コントロール終わった、あ、終わったのかな、もう。もう一回しかやってないけど。4日前ぐらいに1回だけやった。もう終わったのかな、知らないや。そっからやってない。ずっとランクやってる。ランクやってたかわかんない。一回だけやったんですけど、コントロール難しかった。そう、でもダメージ数がそう、なんかすごいさ、当てやすいからさ、なんかそれすごいやりやすかったから、普通のランクとかカジュアルっていうのかな、やる。そう、1000ダメージぐらい与えたダメージ、その1回の試合で言っててさ、びっくりした、自分で。ランクって一人で、いや9対9だから一人じゃない、一人ではない。うん、9対9。9対9。自分側が9、相手側も9。まあ変わるときはあるけど、その人数が揃わなくて。相手側とか自分側が少ないってときはあるけど。9対9。1回しかやったことないけどね。1回しかないんですけどね、私は。難しかった、コントロール。そう、なんか相手見つけて戦ってても、その相手がそう、なんか分かんないとこから急に出てきたりする。なんていうの、いすぎて、相手の人数が多すぎて、9対9だからさ、相手側も一緒なんだろうけどさ、そうだから相手が、そう、なんだろうな、その打ってる、その戦ってる、なんていうの、その場所に人がいすぎて難しい。弟と一緒にやらない。弟、最近私さ、ずっと夜にやってるんだよね。弟寝てるんだよね。できない、だから。夕方ぐらいにしないとできないんですけど、なかなかできる時ないから、夕方ぐらいに。だから最近は一人でしてる。本当に夜遅くにやってるから。1時とか2時とかにやってる。何時間ぐらい、2時間ぐらい、2時間、そのぐらいかな、いつも2時間ぐらいやってる。でね、でも本当はもっとしたいんだけど、でも寝なきゃだから。別に何もなければね、次の日持ってってもいいんだけど、遅くまで4時間とかいいんだけど、2時間ぐらいかな。朝までやってみた。朝までやってたことある。そう、別に次の日早くない時とかね、気づいたら5時とかだったことはあるけど、5時、5時かな、
4時とか5時、4時は 朝かな、微妙なとこかな。あるけど、最近はあれだね、そんな2時間ぐらい。でもずっとしてたらしてたら飽きちゃうんだよね、ゲームって。ずっとしてたらしてたでね。ケンタロウルちゃん、どういうこと？どういうこと？え、でも飽きる。え、でも何でも飽きない。別にさ、飽きないもの。エフェとか、そう、ゲームとかしてて飽きたから今日はもうやめようかなみたいなのはよくある。そうしてたらさすがに飽きない。でもなんだろう、その日は飽き、その日は多いかなってだけで、次の日とか普通にやったりするけど、もう今日はいいかなってだけ、もう今はいいかなとか、そういう感じだけど、夕方ぐらいにしてて、もう今は飽きたかいいかなって一旦やめて、夜にまたしたりとかはある。でも大体そんな感じじゃない？どれも。好きなことでもずっとしてたら飽きるよね、さすがに。何時からの食べれたら飽きる？飽きるでしょ、さすがに。飽きると思うな。毎日、そう、1日とか食べてたら別に次の日はもういいかなってならない。そんな感じじゃない？でもさ、ゲームとかもさ、その時1回飽きてもさ、そう、また時間を置いたらまたしたいなって思ったりするからさ、なんだろうな、なんだろう、1回飽きて絶対にもう今後絶対にしないってわけじゃない。なんか急にしたくなることもあるし、なんかそうね、サイクルがあるんだよね。ハマってめっちゃハマって、一回飽きてまた久しぶりにやりたくなってみたいな、ハマって一旦飽きての繰り返し。昔のゲームしたくなるとき、え、あるある、普通にある。ロジックはずっと飽きてないじゃん。なんだろうね、ロジックはでもなんかね、なんかもうハマってるって感覚じゃないんだよね。なんて、なんだろうね、ハマってるって感覚じゃない。そう、好きなんだけど、別に嫌いなわけじゃないんだけど、ロジックは好きなんだけど、ハマってるって感覚じゃないんだよね、もはや。もうなんかエペみたいな、エペはもうなんかハマってるって感じだけど、なんかロジックは違う。なんだろう、なんか違う。
ホイチアイスも急に飽きそうだこれ。配信は違う、配信も違うかな。配信もなんか飽きる飽きないじゃない、正直違くない。なんか配信は飽きる飽きないじゃないかも。配信するのは別に飽きる飽きないじゃないかな。一日どれくらいゲームしてる。でも最近は本当にエペしかやってない。ゲームは携帯のゲームも全然やんないし、なんかそういう系の携帯はだってなんていう、そういう荒野行動的なやつ、一瞬つむつむとかハマってた時あったけど、もうすぐ飽きちゃって今してないし、入ってるけどみたいな。ゲームでしょそういう。ゲーム、うん、エペを1日2時間、1時間半2時間ぐらいしかやってない。もっともっとしたいんですけど、したいんだけど他にもやらないといけないこといっぱいあるから、他にもやらないといけないけどエペもしたいから2時間しちゃってる。昨日興味本位でエペダウンロードしたけど容量全くない。エペね、あれだよね、容量多いよね。もう私もこないだ4日前ぐらいに久しぶりにやろうと思ってやろうと思ったんだけど、ダウンロードしないといけなくて、あのなんだっけスプリットだっけ、新しいやつが始まったからダウンロードしないといけなくて、そう容量が足りなくってね。でもあなんかなんだっけな SD カードだっけ、そう予備で買っといてさ、それがたまたまあって、そう入れ替えてダウンロードした。え本当に容量多い。容量多い、容量大きい。めっちゃ大きいね。でもね、そうエペしか入れてないんだけどさ、そのダウンロード系の、そうエペしか入れてないんだけどさ、スイッチ。めっちゃエペが有料取ってる。まあいいんだけど、今日アップデートしたからやるなら時間にやめて。え今日はエペアップデートあったの、新しくアップデートしないといけないってこと。やば。後でしとこう。今日まだスイッチ触ってないんだよね。そうこの間ね、そのSD カードを入れ替えたから、本当はそうもうちょっと1日早くエピクスね久しぶりに始めようと思ってたんだけど、 SD カード入れ替えたからなんかもっとさダウンロードかな時間かかっちゃって、そうデータをこう読み込むのに時間がかかっちゃってさ、めっちゃ時間がかかって、そうもう眠くなっちゃってやめたんだよね。だからなかなかできなかったやろうと思ってたの。夜にして次の日起きてやった。エペを。起きた頃にはもう終わっててダウンロード。エペ以外に気になってるゲームない？ゲームスイッチとかで？特にないかな。新しくダウンロードしようと思ってるゲームとかでしょ？ないんだよね。なんかさエペに似たゲームさあるじゃん、なんかよくそのさ配信してる方がなんかエペ飽きたからなんかこの
ゲームやりますみたいな感じでなんか新しいゲームやってたりするんだけど、時々見るんだけどさ、わかんない、初めて見た名前なんかわかんないんだよね。あれでもなんか似た感じのやつ、3対3とかかな、なんかそんな感じで戦ってるやつ、なんだろう、似たやつだったけどわかんない名前、なんか言ってたけど忘れちゃった忘れた。 FPS は FPS 系なんだっけな、忘れたなんだっけ忘れちゃったでも多分流行ってるんだと思う知らないけどあんまりだと思う。あ、これだ、これ、これなんて読むんだっけこれ、これちょっと待って、読み方わかんないんだよね。バロラントでもない、これ、そう、それ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 だ、それバロラント、バロラント、イントネーションがわかんないんだけどさバロ、バロって呼んでてた。言ってたな、多分それが多分流行ってるっぽい、わかんない、私も初めて知ったんだけど、その配信を見てて、そのエピオしてるからエピオしてるから見ようと思って見たらそのなんかこう飽きたんで、こっちのバロの方に変えますって言ってて、そう、配信してる方がね、多分流行ってるんだと思う、何人かはその 見るから時々そのゲームしてる人、多分流行ってる、わかんない、あんま知らないんだけどYouTube で配信見るようになって知った、それまで知らなかった、どんなゲーム、あんま見てないからわかんないんだけどさ、それ何対何か3対3かな4対4かな、分かんない、そのぐらいで戦うやつ、 APEX のコントロールみたいな感じだと思う、コントロールじゃないか、なんだっけあれはね、同じようなモードが忘れちゃったけど、そう、なんか数人、相手と自分のチームだけで戦うみたいな、1チーム対1チーム、やってみる、いやできないんだよね、多分ないはず、スイッチとかあるっけ知らないよ、 PC だけっぽかったあんのかな、わかんないよ、知らないえ、なさそうだけど、でも私は別にいいから、エフェだけで今んとこそんなにしたいと思わなかった、今は別に。なさそうだけどな、あんのかなスイッチ、なさそう、テスト中って書いてある、あ、リリース決定、ん？リリースしてるのか、あ、してるわ、ん、あ、発信されてません、してなかった、ごめん PC のみ対応しており、プレステ4や任天堂スイッチモバイル向けには配信されていませんって言ってる、多分まだっぽいね、多分現在 PC のみで、プレステ4スイッチ版はテスト中って書いてある、でもこれリリース、スイッチ版バロラントのリリースが決定って書いてるのもあるんだけど、よくわかんないよ、
でもまだリリースはしてなさそうだけど、わかんないな。ちょっと調べてよく分かんなかった。PC 分かんないな、多分なさそうだけど、いや、分かんないけど。でもする予定はないですとか言う、いいかな別に、エペだけでいいかな。なんか面白いって言ってたけど、その配信してる人、今は別にいいかな、エペで。でもエペみたいな感じ、戦う系のああいうゲーム。感じのゲームは、いや、そういう感じのゲームはハマったの初めてだ。だって小屋行動なんてもう一瞬でなんか分かんなかった。そもそも小屋行動操作、ああ開けて落ちた操作方法が、一瞬でやめたんですけど、だから初めてや、初めてやっちゃう。バロバロもうやるつもりはない今のところ。エフェだけでいいかなって感じ。なんでこれはまらなかった、エフェはまった。これはね、操作の仕方が分かんなくて、分からなくて、単純に難しかったのと、携帯でだからエペは、エペの方が操作がしやすかった。多分ね、リモコンだから、リモコンなんていう、このさ、リモコンっていうのかな、コントローラー、リモコン違うな、ボタン。コントローラー、そう、なんかさ、スティックで動かすじゃん。 PC だったら違うけど、あ、でも PC でもいけるか、コントローラー、コントローラーだからやりやすかったのかな、多分。分かりやすかった、エペの方が。私はね、PC だったらキーボードとマウスかコントローラーでできるんだけど、まあ私はスイッチライトでしてるから、コントローラーでしてる。なんかエペのがね、操作が分かりやすかった。あと楽しい、エペ、もうこういうコードもハマったら楽しかっただろうけど、操作が分かってます。なんかいろんなキャラがいるのが楽しいね、エペは。そのキャラによってなんか使えるアビリティとかがあったりして、そう、なんかいろんなキャラがいて、なんかいろいろあるんだよね、使える敵の位置分かったりとか、食べたりとかいろいろある。エペとコヤコだって似てるゲーム、うん、大体は一緒だけど、そのコヤコだってなかったよね、そういうさ、なんかアビリティとかがあるようなさ、キャラなかったよね。エペはあるけど、でも大体は一緒だよ、その敵を撃って倒すみたいな。そこら辺は一緒、武器拾って敵撃って倒して、その最後の、そう、最後の一組違うな、最後のチームに、そう、最後のチームになるようにするみたいな、最後まで残ったら勝ちみたいなのは一緒。大体は一緒なんだけど、そこら辺は一緒なんだけど、ちょっと違うところがある。
でもそんなの言うたら全部一緒なんだよね。フォートナイトも一緒出した、そういうゲーム、なんて言うんだっけ、そういう戦う系のやつ、最後の一チームになったら勝ちみたいなやつ。FPS だっけ、なんかそんなんだよね違うだっけそういうやつ、フォートナイトもエペも一緒だね。荒野行動も大体は一緒、ちょっと違ったりしてくるけど、荒野行動はあんまやってなかったからわかんないんだけど、エペだったらそのなんかいろんなキャラクターがいて、そのキャラクターごとに違ういろいろ使えて、あ、ご情報ありがとう。そうなんかさ、飛んだりとかね、相手の敵の位置が多かったりみたいなアビリティが使えたり。フォートナイトは建築だよね。とかあったりかな。じゃあランキングを読もうかな。あ、ちょうど変わった。ちょうど変わった。13位からランキング読みます。13位、佐々木俊介さん、ありがとうございます。12位ピンク神尾さん、ありがとうございます。11位バトニーさん、ありがとうございます。10位ウドさん、ありがとうございます。9位としのりさん、ありがとうございます。8位 WY アトマーク影の守護神さん、ありがとうございます。7位ジョークスノーさん、ありがとうございます。6位香港の春マートマーク強化推しさん、ありがとうございます。5位シンさん、ありがとうございます。4位トッシーベビースターマンさん、ありがとうございます。3位ラスカルアートマークトムトムさん、ありがとうございます。2位ラボーナさん、ありがとうございます。そして1位がグランチさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。明日の配信は、明日の配信も同じぐらいかな、23時台です。うん、明日もそうだね、23時台で OK かな。あともエペするあ、でもダウンロードしなきゃなんだよね。ダウンロードしよう、しない、そうなんかあるらしいから、さっきファンの方が言ってた、少しだけエペして寝るそうあげたいからさ、ブロンズだよね、一番下って、それの今2だから1にあげたいんですよ。あと300ぐらい持ったり、300 RP をやって、そんなすぐいなくて、一番下のやつだからね、すぐ上がるんだよね一番下のランクだからね、なんかランクが上がるにつれて、そのこのなんていうの、1マッチこのなんか試合するごとに、そうなんか RP っていうポイントがあるんだけど、それをなんかね、上がったらどっからだっけな、忘れちゃったんだけど、なんか1試合何 RP だっけ、最初忘れちゃった、何 RP か必要でみたいながあるんだけど、一番下のやつだから、今ブロンズだから、ブロンズはいらないんですよ、それが。だから簡単にどんどんこうなんていうの、溜まっていくそう、上に上がればね大変なんだけど、最初マイナススタートだから、そう
その試合が始まった時にね、マイナススタートだからプラスになるためにはめっちゃその相手倒したりとか最後に残ったりとかしてたくさんこうポイント稼がないといけないんだけど、今はゼロからだからブロンズだからさ簡単にポイント稼げる。やばい、そろそろだ。よし、じゃあ明日も23時過ぎぐらいかな。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。また明日バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。